君から連絡してくるなんてよっぽどの用があるようだな相談事何か困ってるということだなよし私が相談に乗ろうそれで その悩み事とはうっき貴様 <coughs> それでその告白された人数はその どのくらいなんだは,っご5人はあまったく君というやつは5人から告白されたならさすがに1人か2人は。 自分に好意を寄せていたことは気づいてたはずだがでもまあ君のこの様子じゃ気づいてなかったようだねどうしたらいいってうん。 君はその好きな人とかいないのかんどうなんだいいる<え>そそうかでその告白された人数の中で。 いたのか《君の好きな人とやらはい,いなかったのかそれは話が早いのではないか?》だって 君の好きな人からは告白されてないってことだろうそれなら5人とも断るべきだ傷ついたら君は何を言ってるんだ返事を曖昧にする方が。 告白してきた人に申し訳ないと思わないのかそういう行動の方がよっぽど傷つくと思うがそうだろうそれなら答えはもう出てるよな うんそうするといいんじゃないかないやお礼を言われるようなことはしてないよ私はいつでも君の味方だまた困った時はこうやって。 私を頼ればいい。私は君の一番の一番の力になりたいんだ。 うん、まあそのだからうんそういうことだうんどうした 心臓が痛いだ大丈夫か胸がドキドキして君のことが気になってしょうがないドキドキするか。 分かったようだな貴様私のことが好きだろうどうだ何言ってるって単刀直入に言おう回りくどいのはなしだ 私に恋に落ちただろうと言っている。<laughs> さっきの行動を見ていればわかる。<laughs> 行動というか、上ずった声っていうのか貴様は、悩み事があったら、 真っ先に私に相談してくるだろうまあ電話してきてくれたおかげでこういう結果になったんだけど。 最初からではないさっき相談された内容に答えたことは全部事実本心だだから嘘はついていない別に作詞と呼ばれる筋合いもないけどな 私は狙った獲物は逃がさないタイプなんでな。そのまま私のことを好きでいればいい。私はもう少しこのまま、この状況を楽しむとしよう。すぐに捕まえては楽しくないだろう。 <laughs> また連絡するじゃあなおやすみ私の獲物 <laughs>